背景、有馬光聖様。君を初めて見たのは5つの時、当時通ってたピアノ教室の発表会でした。隣の子が泣き出したのはびっくりしました。それなのに君はピアノをやめるんだもの。バイオリン買って、光聖君にピアノ弾いてもらいたいの。舞い上がりました。どうやれば声かけられるのかな。だってみんな仲良すぎるんだもの。私の入るスペースはないんだもの。病院で過ごす時間が長くなりました。ほとんど学校に行けなかったな。病院の待合室でお父さんとお母さんが泣いているのを見て、私は長くないのだと知りました。天国に持ち込まないため好き勝手やったりしました。一つだけ嘘をつきました。宮園香織が渡里亮太君を好き、有馬光聖君、君を連れてきてくれました。あと椿ちゃんにも謝っといてください。私は通り過ぎていなくなる人間だって。椿ちゃんは君のこと大好きだったから。みんなとっくに知ってるんだから。好きな人がいなくなってきっと落ち込んでるよ。こういう時は頭に聞かないで心に聞くもんよ。思ってたより声が低くて、思ってたより男らしい、思ってた通り優しい人でした。輝く星の下で二人で歌ったキラキラ星、楽しかったね。私は誰かの心に住めたかな。そうだね。忘れないでね。うん、約束したからね。うん、届くといいな。君が好きです、好きです、好きです。いっぱいいっぱいごめんね。ありがとう。お礼を言うのは僕なのに。オス、お一人になんてなれると思うなよ。個性ハイゴレみたくずっとずっとそばにいてやるんだからな。君と出会った春が来る。ありがとう。